こんにちは、斉藤健です。そして、倉金純也さんです。お願いします。お願いします。前回に引き続きテレマークということで、はい、今回は小回りですね。はい、小回りをちょっと、はい、はい、自主練でちょっとこう小回りやったりとかはしてるんですけど、はい、やっぱりまだなんか動きが安定しないのと、はい、なんかこう流れがやっぱりうまく作れないので、そこら辺をもうちょっとこうちゃんとやりたいなっていう、はいはいはい、小回りやっぱり大事ですよね、うん、テレマークで小回りって、ね、一つのねやっぱ大きな目標だと思うんで、うんうん、その辺ちょっと、うん、武宏君を通じて、ね、はい、いろいろ見てもらえばいいかなって感じですね、うんうん、はい、やっちゃいますか、はい、どんな感じか小回りを分かんないけど、はい、この動画で小回りをお届けしていきます、はいはい、やっちゃいましょう、はい、どうしよう、なんか僕の小回り今の見てもらう感じとかしますか、うん、そうだね、はい、一回見て、うん、どうやこうや言って、うん、まあ、でも正直あの前回のその動画でちょっと打ち足を使う感覚というか打ち足に乗り込む感覚を教えてもらったので、はいはい、まあ、その時点で結構多分小回りのポジションも変わってるんですよ、うんうん、多分まだ全然やってないけど、はいはい、多分少し変わると思うんですけど、うんうん、まあそこら辺もちょっと見てもらえないので、そうですね、まあ先に言っておくと、はい、ミドルリズム と、うん、とショートリズムの、うん、そのなんだろう、乗り方もそうなんだけど、はい、今乗り込むっていう表現があったんですけど、はい、まあ、ミドルからロングは乗り込むっていうイメージでいいと思うんだけど、うんうん、ショートはどっちかっていうと乗り込んじゃうともうその時間かかっちゃうんで、あ、はいはいはい、そのスパンが短いです、うんうんうん、だからどっちかっていうとミドルは緩やかで、はい、ショートは瞬発的な動きになります、うんうん、だから乗り込むっていうよりも反力をもらうっていうか、力をかけた分もらうっていうイメージの方が多分言葉としてはいいのかなと思います。乗り込むイメージよりも、うん、はい、分かりました、はい、ちょっとじゃあそこら辺も、うん、イメージ しちゃいますけど、はい、しながらちょっと現状の小回りを、そうですね、はいはい、やってみます。見ましょう、はい、見ててください。まあ、前回 そのやっぱ動画の中で打ち足を使う感じをやったので、あの自分で自主練してた時よりはかなりなんだろう、リズムを速くするのが安定して速くできてるはできてるんですよね。ただ自分であんまりこう描いてる感じはそんなにしてないので、実際こう外から見てどんな感じになってるのかなっていう、まあ、こう描くっていうのはあんまり考えすぎなくてもいいと思います、はい、うんうんうん、まあ、とにかくそのなんだろう、こう作っていくんじゃなくて、うん、切り替え後半から、はい、うん、その次のターンの導入までの動き、はい、S で1個じゃなくて、うん、なんていうのかな、 S の中間から次の S の中間まで、うんうん、っていうのを一つのタームとして、こういうことですか、そうそうそう、うん、そこが特に大事かもしれない。その中で切り替えとか入れ替えっていうところが終わっていくんで、うんうんうん、後半のところはそのできたポジションに、はい、単純にこう重さを乗せたりとか、うんうん、圧を強めたりとかスタンスを大きくしたりっていう、うんうん、バリエーションだと思ってもらって、あ、ある意味、ね、なるほど、そこのつなぎのところがスムーズに、うん、前回の流れで言うと、うん、落下をスムーズに引き出してあげればいいので、うんうん、だ仕事量としてはもう瞬発的な動きなので、はい、むしろイージーですね、あ、ミドルターンよりも、はいはいはい、反発をもらってそれを下につなげるだけだから、あ、うん、なるほど、だからすごく動きとしては実はシンプル、あ、反発をもらえるポジションとかにいなきゃいけないってことでもありますもんね。そうだけどみんなそこがなんだろう、おざなりになっちゃって、うん、無理にこう切り替えようとしたりとか、うん、こう急いじゃって、うん、ガチャガチャしちゃう、うん、であとは同時同調ができてなくて交互のままで来ちゃうから、うん、まあ、ハの字になっちゃったりとか、うん、切り替えうまくいかなくて逆エッジもらっちゃったりとか、うん、っていうミスケースが多いですよね。うん、ちなみに今僕が滑った感じで言うとどうですか？
いやすごい動きはスムーズ、うん、スムーズなんだけど、まあ、シャドウもないんで、はい、その落下のなんだろう効力も、はい、まあ、少ないんで、うん、確かにそこまでこう仕事量は求められないんですけど、はい、なんだろうもうちょっとこう瞬発的な動きが、うん、例えばこういうものをもっとこういう、うん、瞬発的に短時間で反発力をもらってあげるっていう、うんうん、そうすることによってしっかりとしたポジションと、うん、あと、まあ、今言ってなかったんですけどひねり、うんうん、ひねりがあることによって、はい、ひねりプラス反発力、うん、瞬発的な反発力で、うん、次にスキーがもうオートマチックに動いてくれるし次のポジションにひねりが戻っていくんで入っていくっていうところは、うん、アルペンも一緒だと思うんです、うんうんうん、なるほどそこはポイントかな、うん、はい、了解です、はい、じゃあちょっとそのあたりを、はいはい、よろしくお願いします。はい、おい、なんかまだ切り替えのイメージというか、うん、まあ、小回り結構動きはが早いので、うん、あんまりイメージがこうできてないんですけど、うん、どんな感じなんですかテレマークで の, その切り替えの動きっていうのは。切り替えの動き、うん、じゃあ逆に、うん、いつも竹がアルペンスキーで小回りやるじゃないですか、うん、はい、お客さんに教えるじゃないですか、はい、どういうイメージですか。ああ、切り替えああ普通のスキーの場合ってことですか、うん、お客さんに、うん、切り替えのイメージどんなイメージでいけばいいんでしょうか、うんうん、言われた時に、うん、まあ、僕がレッスンで言ってるのは、うん、あれですね、その、まあ、基本的にこう両方の足に常にこう乗ってる状態、うん、でスキーを回線の動きをこうしながら自分の足元にこうスキーが戻ってくるん で,、うん、でそこで、うん、まあ、両足に乗りながら重心の入れ替えがありまして、うんうん、次の回に入っていくっていう流れはあるんですけど、うんうん、例えば体の向きとか、はい、脚の、まあ、ひねりとかそういうところで言うとひねりか、ひねりに関しては特にこう最近までは逆にちょっとこう整体気味だったり、うんうん、そういうところをイメージはしてるんですけど、うんうん、結局整体で攻めるためにひねりが必要ではあるので、うんうん、まあ、前のためのこう回旋っていうか、まあ、ひねりですよね、回旋してきた動きがあって、うんうん、でそこに対して上体の動きっていうのが逆にまあ先にこうローテーションみたいな感じでこう入りすぎたりとかしないように動きを止めておいて、でそこに下半身のこういうひねりというかが入ってくる、はい、こっちだったものはこっちにこう戻ってくるみたいな、はい、そういうイメージかな、まあ、例えばこの後、まあ、急斜面にも入っていくんですけど、はい、うん、まあ、基本そのアルペンの切り替えのイメージっていうのはすごく大事で、はい、うん、すごくそれがベースになってくると思うんですよ、うんうん、でじゃあテレマークにあってアルペンにない動きって何かなっていうと、はい、やっぱり前後差っていうところがあるんで、はいはい、うん、例えばさっき、回旋の動きっていう話があったんですけど、はい、じゃあ回旋させるためには、はい、じゃあスキーがどういう前後差になってればいいかっていうか、うん、その前後の関係っていうのは、うん、まあ、前回からやってるようにやっぱり同時になったところ、うん、そのニュートラルになった面、はい、面に斜面に面があったところっていうのが、うん、スキーがやっぱり回旋っていうかね、うん、動くところだと思うんで、はい、そこにいかにスムーズに持っていけるかっていうところが非常に小回りテレマークの中でも大事かなと思うんですよ、うんうん、じゃあさっき言ったね、うん、イメージ切り替えのイメージっていうところですけど、はい、先シーズン、はい、まあ、小回り、うんうんうん、たけちゃんがやった時に、はい、どういうイメージでいきましょうって言ったのを思い出したら、はい、こうスキーと整体していきましょうって、どっちかっていうとこう体を回していきましょうみたいな、うんうん、はい、で軸もそんなにくの字を作らずに、うんうんうん、手も肩も腰も一緒に出していこうっていう入り方をしたと思うんですよ、はいはい、思い出した、うんうん、でそこはまあ最初の導入の部分で、うん、もうテレマークでやっぱり、急斜面で小回り初めてっていうところがあったんで、うん、いきなりじゃあひねり作って、うん、こうね、ひねりを作った状態で前後差作りましょうよって言っても、うん、はい、なかなかできないんですよ、うん、だけどこういう、まあ、さっき前回の、まあ、ミドルターンとかで、うん、だいぶこの前後差っていうかポジションが、はい、なんとなく定まってきてると思うんです、うんうん、でその中でやっぱり次のステップって言った時に、はい、もう一回まあ小回りっていうところになった時に、はい、その前回や去年やったこういうイメージから、はい、今度は
こういう、まあ、前回もやったんだけど、うん、ひねりのイメージ、うんうんうん、はい、っていうのを、はい、やっていきたいと思います。了解です、はい、で当然ひねりのイメージがつくっていうことは、うん、まあ急斜面になればなるほどエッチングのこの感覚っていうのは、うん、強くなると思うんですよね、うんうんうん、まあこうやって面で落とせないこともないんだけれども、うん、やっぱり反力をもらうってことは、うん、それなりにやっぱりグリップ力がないともらえないんで、はい、そうですね、ある程度のやっぱりエッチングの意識はあります、はい、うんうん、はい、ズルズルズルっていくんじゃなくて、うん、まあ、ズルズルから入ってもいいんだけれども最後やっぱりギュッてやっぱり強めるっていう意識、うんうん、はい、でここで自分の体にどんなパワーが込められるかっていうところなんですね、うんうん、でそれが例えばここでエッジグリップが強くなってもこういう状態だと、うん、なかなか力ためらんないです、はいはい、でやっぱりポールラインに対して重力が働いているので、うん、そこに対して重力と反発している力、はい、ここをしっかり受けるポジションって考えた時にやっぱりひねりっていうポジションなんです、うん、でこのひねりが次につながる、うん、どういうふうにつながるかっていうとこれがポンとやっぱり逃げ道探しますから、うん、その逃げ道を上じゃなくって、うん、次の方向またはこの次の出てくるこのスキーにしっかりその力を伝えてあげるっていう、うんうんうん、なるほど、そう、まあちょっと喋りすぎてますけどキュッてこう瞬発的に力をかければかけるほど瞬発的に力って返ってくる、はい、うん、特に今日使ってるような道具は、はい、もう力がやっぱりロスしにくいので、うん、与えた分もらった分出てくるんですね、はいはい、だその出てきたパワーをどう生かすかっていうのは力でもなくシンプルにそのポジションにいかに入っていけるかなんですよ、うん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 、だこれは自分でポジション作りに行くもんじゃなくてひねってここは自分でしっかりポジション作るんですけれども、はい、ここからはあとは自然とこの体になんだろう、合っていくというか、うんうん、同調していくんですね、脚が、あ、はい、と同時にスキーはエッジが解放されてきて、うん、こう探してた逃げ道ができるわけだから、うんうん、スキーがスーッと出てくるわけです、はい、で今一瞬通り過ぎちゃったけど一瞬は、うん、この両スキーがしっかり同調しているこの面になっているところがあるわけですね、うん、でさっきリフトの中で、回線っていう言葉がありましたけど、はい、うん、ここで初めて回線するわけです、うんうん、エッジが立ってる状態では回線できないんで、うん、ここから逃げ道ができてフラットになって初めてスキーが落ちていく、うんうん、そして次のスキーに力をつなげるっていうところ、うんうんうん、だ一瞬の動きなんだけどもそこには溜めた力逃げていく力をしっかりキャッチする、うん、プラスその面になった時にスキーが落ちていく、うん、体がひねられてるからスキーが戻って勝手に戻ってくる勝手に落ちていく、うん、これは自然の力じゃないですか、うん、重力というかあと溜まっていた力を逃がさずに次につなげるかっていうのはまたちょっと次のステップですけど、はいはい、早めにエッチングを仕掛けてあげて、うん、ここでもらった力を逃がさないキャッチするっていうのは、うん、またちょっと上のねステップですけど、うんうん、まずはしっかりこのもらった力を解放してあげた時に、うん、スキーがピュッとこう面ができて、うん、スッと落ちてくる、うんうん、で次のポジションに入りやすくなる、うんうん、これをやっぱり後半でちゃんとひねりができてるかできてないかでここのスムーズさが、はいはい、の可否が変わってきますね、うん、なるほど、うん、イメージつきます、うん、はい、つきました、はい、じゃあそれをじゃあちょっと滑りで表現するとどうなるかっていうのをまずちょっと前半ゆっくりリズムでやります。はい、わかりました。で後半は、うん、まあ、ちょっとそのスパンを短めの動き、はい、反発力を大きくっていうところをちょっと強調してみます。はい、はい、了解です。お願いします。はい、前半はちょっと面を重視してずっとまっすぐ正面で後半でエッチングをもらっていく反発力を瞬発的にもらっていくこういう、なるほど、
だからもちろん状態をこうキープしていくっていう意味では、はい、まあ、手の位置だったり、うん、まあ、おのずとストックワーク、うんうん、これがやっぱりこう流れてはひねりが崩れちゃうし、はい、逆に手が前に出ちゃうと、うん、もう先にこういっちゃいますんで、はい、しっかりこの位置でほら、うんうんうん、でひねりの意識が強すぎたり、はい、外肩がこう下がってきてこのくの字が大きくなりすぎると、はい、エッチングが強くなりすぎたり、うん、逆に前後差ができなくてこういうポジションになったり、うん、特にこう、あのアルペンスキーで、はい、こう昔の滑りって言ったら表現があれですけど、はい、こういうイメージが強い人は、はい、こういうふうになりやすいですねなるほど。だからこういう、はい、まあ、前回やった時のような、うん、膝の前後差がちょっと弱いタイプ、はい、うんうんうん、一応これで頑張って外スキーで操作するんだけど、はい、これがもう全然軽くて、うん、飾りになっちゃってるんで、うん、ガチャガチャしちゃうわけです、うん、反発も使えなくなる感じですかね。そうです、うん、足のというか、いかにここにもしっかり乗ってきて、うん、乗ってくるというか、うん、瞬発的にギュッと力を、うん、反発力をもらいに行って、それがスッと、うんうん、パンポンっていう、うん、パンポン、うんうんうん、なるほど。そういう動きをこういうマテリアルだとやりやすいというか、ね、はい、うん、導きやすいというか NTN、うん、この道具じゃなきゃできないっていうものじゃないですよ、うん、やりやすいって感じですね。力のロスがそう少ないから結果的にスムーズかなと思います。じゃあ急斜面いってみますか。 OK です、わかりました、はい、ということでちょっと急斜面に上がってきました。はい、はい、ちょっと雪面が見えますか。大丈夫か。雪面は見えますけど、うん、ちょっとポコポコになってますね。そうね、ちょっと滑りづらいかもしれないちょっとテクニカルですけど、はい、やっていきましょう。おい、はい、じゃあさっき言った、うん、あ、切り替えのイメージ、うん、ひねりをその 反発とひねりをこう利用してって感じですね、うんうんうん、そうそう。あとはしっかり積極的にフラットを作ってって、うんうん、ひねったものがこう反発力で自動的に返っていくっていうところ、うん、はい、で一つ言い忘れてたことがあって、はい、一番最初にやった時に喋ったかもしれないですけど、開いていくイメージですよね。あ、やっぱ急斜面なんで、うん、落下が強いじゃないですか、はい、でどうしてもこう引き足になりやすいですね。お、うん、この山側のスキーを引いちゃうっていう、うんうん、引き足のイメージになりやすいん で、うん、で引き足になっちゃうってことは、うん、多分軸がこっちの谷に来てることが多いです、うん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 、当然ここにあるとなかなかこう引けない、はい、だからひねりをイメージしすぎて谷に軸が来てしまって結果的にこっち動かせないから、うん、山スキーをこう引いちゃうっていうイメージが強くなりがちなんで、うん、はい、どっちかっていうと前後を開いていく。あ、前後同時にイメージですよ、イメージ、はい、実際はそんなにこう前が出ていくっていうイメージは弱いかもしれないですけど、うんうんうん、はい、どっちかというとこっち100でこう作りに行くんじゃなくて、うんうん、両方落ちていく中で、うん、スッ、なるほど、両方入れ、これその時にその外足の方っていうのはちょっとすねが起きるような感じってあったりするんですか。うん、あります。あ、うん、というのはそれでいいんだ。この位置よりも前に出てくるってことはこうなりますよね、単純に、うんうんうん、ここの位置で引くだけだとこれすねの毛変わんないですけど、うん、こっから出していくイメージだと、はい、ちょっとふくらはぎに乗ってるというか、うんうん、あの頼ってるというか、うん、そうすることによって、はい、多分圧がこの辺、はい、ここからまあちょっと後ろかな、うんうん、はい、になると同時に山スキーはこの辺、うん、この、まあ、2点って言ったらあれなんだけども、うん、まあ、2つのゾーンでしっかり捉えてる、うん、イメージかな。そこちょっと疑問だったんですよね、こう、うん、足を前に出していった時にすね起きていいのかなと思って、うん、あ、いいですよ、うん、だそれはあくまでもスタンスを作りに行く時のイメージ、うんうんうん、でそのすねが起きてるのを最後まで引っ張ってたら、うん、当然重心移動かけられないんで、そうですね、こっから重心はこのスキーに、うん、ここに戻ってこなきゃいけないんで、うんうんうん、ってことはさっきよりもこの K がなんていうんですか、うん、できますね、ちょっときつくなるというか戻ってきますよ、うん、で面になっていって
落ちていくっていう、はいはい、うん、だからその、フラットからニュートラルになってって、うん、こっから出していくときに、うん、出していくというか開いていくときに、うん、低いイメージプラス出すイメージでいくと、うん、うまーくこう両方に乗りながら後半を迎えられるという、うん、OK です。そういうイメージでちょっと開いてみてほしいです。はい、わかりました。ちょっとこの急斜面での、滑りのイメージも一回見てみたいので、あ、はいはい、ちょっと見せてもらってもいいですか。OK、はい、うん、じゃあゆっくりとやっていきます、はい、その開き出す、前後に開き出すっていうところも、うん、ちょっとうまく表現できればいいですけど、はい、結構滑りづらそうだね、うん、ですね。OK、ゆっくりやっていきます、はい、お願いします、はい、よし、引くだけじゃなくて出していく、引くだけじゃなくて出して、引くだけじゃなくて出して、引くだけじゃなくて出して、瞬発的に反発力をもらっていく、ひねり戻し、ひねり戻し、よし、なるほど、結構、はい、疲れるね。伝わりました？うん、 OK です、ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあそのイメージでやってみよう、うん、どっちかっていうと、はい、出すってことは、うん、自分も前にちょなんて一歩出るっていう意識もあるかな、うん、はい、そうそうそう、いいよ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 、そう、ひねって戻して、ひねって戻して、おう、オッケーオッケーオッケー、イメージはしてみました、うん、さすがイメージがちゃんと動きに出てる。あ、本当ですか、うん、よかった、うん、横から見てる分には、うん、同時に動いてたし、うん、その前後、うん、外も内も同時に出していくっていうのは、うん、出てました、うん、はい、この書道だとちょっと落ち着いてできますけど、急斜面行ってどうなるか。だから今のイメージそのままにして、うん、急斜面に行ったらもうちょっとその体を残すっていう意識を強めてあげれば、うんうん、自動的に反発力が今よりも大きくなって、はい、帰りが大きくなるから、その帰りをどう処理できるかがポイントだね、うん、残すってのはこういうことですね。そう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 、うん、OK、 了解です。じゃあ急斜面行きますか。ちょっと練習していきます。 OK、積極的に前に乗っていくイメージ、前に乗り込む、出して乗り込む、出して乗り込む、そう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 、いいじゃんいいじゃん。ちょっと引きがあれだ。うん。オッケー、はい、はい、行きます。はい、おお。おお。はい、暴走。めっちゃボコボコ。追い取り難しい。スーパー暴言でこんなになって結構大変ですよね、追い取りもね。ちょっと暴走気味になっちゃいましたね。いや